ヘイヤケルミスを開けていきたいと思います。今日はですね、ASA でシャドウメインを実装できるモッドを紹介していきたいと思います。このモッド、だいぶ有能なんで、シャドウメイン欲しい方は、これマジで俺はね、おすすめするかなっていう感じかな。一個だけまあ、ちょっと注意点があるんだけどね。はい。という感じで本日はですね、シャドウメインモッドをみんなに共有していきたいと思います。それでは本日の目的はこちら、1つ目、シャドウメインモッドについて、2つ目、モッドの解説。で、最後にですね、それを踏まえてまとめという形でやっていきましょう。で、まず1つ目にですね、シャドウメインモッドという形なんですけど、まあその名の通りシャドウメインを実装するモッドです。本当にそれだけです。はい。なのでシャドウメイン欲しい人はシャドウメインモッドを入れるとシャドウメインゲットできますっていう形になってます。なんだけどこのモッドなんですが、まあ、次の項目のですねモッド解説でもお伝えするんですが、非常に有能なシステムを用いて、かなりなんていうかな、このモッド制作者さん側が有能なんで、かなり使い勝手が良くて、なんていうんだろうな、このシャドウメインをテイムしに行くっていうのもすごくねいいね、目標の一つとなりうるので、ちょうど今動画を出しているタイミングはアイランドとかしかないので、もうやることないなっていう人はですね、このシャドウメインを、まあ、ちょっとねギミックが特殊なので、今回のねモッドのシャドウメインのテイムに関してはここをですね、遊ぶ一つのですね、なんか、なんて言うんだろうな、目標というか、新しいね、遊ぶ、なんか、おもちゃの一つみたいな感じで見てもらえると、マジでこのモッドは俺は有能だと思うので、単純にシャドウメインが湧いてテイムできるじゃなくて、シャドウメインを手に入れる過程も面白い、楽しめるから、そこら辺でマジで言うの。で、さらに、まあ、後からも説明するんだけど、このモッドなんだけど、なんと、抜いてもね、モッドを抜いても、シャドウメイン消えません。なので、もともとのデータベースからシャドメ引っ張ってきてるから、モッド抜いてもシャドメ消えないの、ガチ言うの。ということなので、本日はですね、早速このシャドメモッドの解説をしていきたいと思います。で、まずですね、一応ね、ローカルとかで見やすいようにですね、モッドの一覧からシャドウメインモッドをですね、お見せしていきたいと思います。で、まあ、モッドリストからやっていくんだけど、まあ、普通にシャドウメインなんで、SHA を押すと、まあ、インストール済みって書いてあるので、まあ、シャドメのね、カオドアップなんで分かりやすいと思います。まあ、SHA って検索すればこれが出るんで、これやってくださいって感じ。で、まあ、もちろん右上で、まあ、もう俺はインストールしてるんで、インストール済みってなってるんだけど、インストールしてねっていう形になってます。で、あとコマンドもあるので、コマンドここに書いてくれてる人マジで少ないから、本当に、心優しいモッド制作者さんかなって思います。なんかね、最近思うんだけど、まあ、ASA 以降のモッド制作者さんって、結構自分のディスコードに誘導したがりなんだよね。この、なんていうの、モッドページでは、商品ページではですね、コマンド書かなくて、あえてディスコードにのみ書いてディスコードに誘導しがちっていう人が多いので、ちょっとめんどくさかったりするので、このモッド制作者さんはかなり良心的かなって思いますね。まあ見て分かる通り100、200、300っていうシャドウメインを召喚できますという感じで、早速ですねこれをインストールした前提でモッドの解説をさらにしていきたいと思います。という感じなんで、ゲームに戻ってまいりましたので、まずはですねこのモッドで何が作れるかっていうところを見ていきたいと思います。エングラムが新たに追加されますので、そのエングラムをもとにですね、シャドウメインを捕まえていく、テイムしていくという形です。で、レベル100でゲットできるエングラムなんだけど、この3つのエングラムがシャドウメインをテイムするっていうか、今回は召喚するみたいな感じなんだよね。で、実際ね、やってみた方が分かりやすいと思うので、シャドウメインをテイムできるアイテム、ライオンフィッシュレベル300みたいな感じのやつを1個ね、ちょっとクリエで作ってみて、で、そのままですね、召喚してみたいと思います。で、まあ、普通にやり方は簡単なんだけど、とりあえずですね、このアイテムを持ちましたら、まあ、シャドウメインがスポーンできる十分なスペースを確保して、で、アイテムを消費するだけ。これで、OK です。使いますね。ポチッ。で、そうすると、そこにシャドウメインが爆誕するという形になってます。なので、なんかちょっとギガの圧が強いんで、ギガを一回向こうにどかすんですけど、はい。なんだけど、めちゃくちゃ簡単で、シャドウメインの召喚コマンドを発動できる特殊アイテムっていうのを作ることができます。で、それがレベル100で解放できる3つのエングラムになってますっていうところですね。で、まあ、この3つですね。ライオンフィッシュ、レベル100、200、300。で、その名の通り、100は100レベルの、シャドウメイン。で、200は普通に200、300は300って形。で、もう見てもらえばわかるんだけど、素材がボスのハンティングトロフィーです。で、
3種ボスですね。アイランドにいるドラゴンでゴリラクモの3種ボスのこのハンティングトロフィーになります。でさらになんだけど、あの200レベル100レベル300レベルって3段階レベルがあるんだけど、まあもちろんね、もうあの差し上げる人は分かってると思うんだけど、ガンマベータアルファっていう形で100、200、300という形で分かれてます。なのでアルファを3つ攻略するとドラゴンゴリラクモね、攻略して3つのハンティングトロフィーを使うことによってレベル300のシャドウメインが登場しますっていうところなので、これがね非常に面白い内容なんだよね。ここでボスに挑む理由がここでできるんですねっていうところで、結構ですねこれはあのなんていうかな、別軸からボスに対するアプローチという形で、要するに横軸のコンテンツを1個増やしてるんで、普通に俺はこのアイデアとかやり方めっちゃ面白いなっていう形で思ってます。すごくこれはね、思いつかなかったことなので俺がね、普通にね、なのですごいなと思って、かなり頭いいなっていうふうに思いました。でさらに言うと、さっきも言ったんだけど、まあ今さちょっとねモッドを抜いてみようと思うんだけど、このシャドウメインモッド抜いてもシャドウメイン消えないんだよね。でシャドウメインのこのアイテムね、召喚アイテムはもちろん消えます。これは特殊なシャドウメインを召喚する用のコマンドのアイテムなんで、なんでまあこれは消えるんだけど、召喚したシャドウメイン自体は消えないんだよね。なのでちょっとねこの300のまあこの黒っぽいシャドウメインが消えるかどうか、まあ一応こっちにねあの紫というかピンクというかマゼンタみたいなやついるから、まあこの2匹が消えるかどうかっていうのをね、実際にモッドを今から抜くから見てみたいと思います。で通常だとモッド生物はモッドを抜くと消えます。なのであのめんどくさいんですよね、モッドを間違えて外したりしたらっていう感じなので、そこら辺も結構ねやりやすいんですよ。でね、シャドウメイン抜きますね。これシャドウメインね。でこのシャドウメインを無効化します。モッドを無効化で一覧にシャドウメイン消えました。で実際にシングルプレイヤーで始めます。で手持ちにシャドウメインの召喚アイテムを持ってました。でシャドウメインも召喚2体目の前にしてます。この状態でどうなるか見てみましょうっていう感じですね。というところで読み込んでいくんですが、なんとそうなんです、シャドウメインはいるんですね、いるんです。で向こうのピンクもいるんですねという形なんで、このモッドガチで優秀で、おそらくなんだけど俺の予想なんだけど、ちょっとプログラマーじゃないからあまり難しいことは分からんのだけど、おそらくまあそもそもね、あのシャドウメイン自体はデータとして衛星に入ってますと。であのコマンド使うと分かるんだけど、この生物はこのマップで出せませんっていうのがあの出てくるんですよ。なのでそんな感じでいろいろ制限があるっぽいので、コマンドでまだいない恐竜を出そうとすると、そこら辺をかいくぐってもともと ASA のゲーム本体の中に入ってるシャドメのデータを引っ張ってくるみたいな感じなので、その、なんていうかな、ギミックをやってるだけだから、元データは別に消えるわけじゃないから、 ASA の、基本的なシャドウメインのデータだから、なので、この召喚アイテムはもちろん手元にあってたら消えるんだけど、一度シャドウメインを召喚したら消えないっていうのがめちゃくちゃ有能。このやり方はガチで俺は有能だと思った。でちなみに言うと、メイウィングは消えますっていう形ですね。なのでこの方法のね、やり方が俺は結構ねいいんじゃないかなっていう風に思ったりしてますね。その方が生態系が壊れなくて済むとかもあったりするので、まあなんていうかな、別にテイムしたシャドウメインじゃなくても、野生のランダムレベルの、メイウィングをスポーンするなんかそのスポーンブロックみたいな、マイクラじゃないけどそういうのとか、クラフトできるようにするといいのかもしれないね。なんか脇がね多分ねやばくなっちゃったりしてる可能性もあるから、そういったので結構壊れちゃったりする可能性もあるから、なんかとりあえずね、メイウィングモッドは結構サーバーに負荷がかかってて相性が良くないっていう、ちょっとメイウィング の, 滑空とかのギミックのあれで、処理が重くなってるのか分かんないんだけどっていうところかな。なのでそんな感じで、このモッドに関しては非常に便利です。もう本当にやり方は簡単、自分でボスを討伐した後はシャドウメインのねこの可愛いなんか肉球マークのやつを、ベータアルファガンマの難易度に応じて作っていくみたいな。で基本的に、これなんですけど、個体値とか色とか性別は多分ランダムっぽいので、例えば HP 見てみるとこれ 9075.2
でもう一方が1万1000トコイの HP っていう感じだったりするので、結構ねがっつりランダムです、いろんなステータスが。でしかも300で召喚できるので元ステータスがめっちゃ高いですっていうところで、かなり俺はねいい感じ のシャドウメインとかがブリできるのかなっていうふうに思ったりもするので、ライフワークの参加勢にねシャドウメインを愛してやまない獣医さんがいたりするので、まあ、これは結構ね入れてもいいかなって思ったりもしてるんだけど、まあ、ちょっとね ASA 本体の方が不安定なんでモッドなんかより全然ね ASA の本体の方がめちゃくちゃ不安定というね非常に危険が危ない状況になってますので、まあ、なかなかね最近はねいろいろね調査をしたりとか実験したりとかなんですけど、まあ、でもそのうちねこういった面白いモッドとかは入れてもいいんじゃないかなっていう形で、いざとなったらね抜きゃいいしね、で抜いてもシャドウメイン消えないから非常にそこら辺はねいけてるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。で1個だけ良くないポイントっていうか、マジでやばい良くない意味でのやばいポイントがこのモッドにあるんだけど、それはブリンクするとクラッシュしますなので皆さんブリンクはしないでください。で、ブリンクは何かというと、ちょっとね今お見せしてこのゲームを一度クラッシュさせようと思うんですけど、ちょっと近くの生物を見つけてそいつねぶちかましていこうと思うんですけど、まああれですね、瞬間移動してダンダンダンっていってスタンさせるやつですね。いきますよ。はい、落ちんのかい落ちんのかい、あ落ちたという形でですね、ブリンクすると結構落ちます。はい、ということでね、まあ早速ね落ちて戻ってきたっていう形なんですけど、はいそんな感じでですね、まあ基本的にブリンクすると落ちるので、なんか多分ブリンクめっちゃ重いらしいから、普通に俺4090なのねグラボで、CPU も一応スペックはね動画詳細欄に書いてあるんだけど、7950X3D とかだっけな、なんかまあとりあえず、まあほぼ現環境で最強の部類の仕様でやってるんだけど、まあ、それでも落ちるから、まあ、ほぼこれバグらしいです。なのでこのバグはちょっとまだ治ってないんだけど、ただまあ普通にねシャドウメイン遊んだりブリーディングしたり、あとはなんかパワーショットとかもあるじゃん、ああいうのを普通に使えたりするから、ブリンク以外のシャドウメイン要素は使えるので、まあ、結構ねシャドウメインを入れるっていうのと、あとはその召喚するまでのギミックとかっていうのが俺はすごく楽しいなっていうか、すごくアイデアショーだなっていう感じで思ってて、俺はこの人マジですごいねいいアイデアだなって思ってるので、すごく推したいと思って、ちょっとブリンクが不安なんだけどちょっと紹介してみたって感じかな。でさらに言うと、モッドを抜いた時にですね、そこで恐竜が消えないっていうのは優秀かなっていうふうに思います。なのでかなりですね、まあ、そこの点においては、まあ今回のシャドウメインモッドは俺は、まあ、有能かなっていうところで思ってたりもするんだけど、これ消える可能性も全然あるから、アップデートとかによってね。なので一応バックアップは取っておくと幸せになりますっていう形です。はい、なのでね一応ね現状としてはそんな感じなので、このねシャドウメインモッドは俺かなりねイケてるかなっていう風に感じてる今日この頃ですっていうところですね。という感じで本日のシャドウメインモッドのまとめやっていきたいと思います。でシャドウメインモッドね、本当にブリンクは絶対やると良くないっていう感じです。ブリンクやると落ちますっていう形なので、ブリンクは良くないですっていうところなんだけど、おそらくなんだけど、さっきも言った通りモッド抜いても消えないじゃん、ってことはモッドによってシャドウメインを入れてないっていうことなんですよ。なのでバニラのシャドウメインがブリンクで落ちる仕様に今なってる可能性があるのでここはちょっと小声で言っとくんだけどここはとりあえず俺たちだけの秘密にしとこう、かっこ小声で、はい、なんだけど、まあ、やり方としては結構面白いと。普通にですねエングラムをレベル100になるっていうね、一番マックスまでいかないと取れないエングラムですと、まずでさらにそこからボスを3種類倒してハンティングトロフィーを生贄にシャドウメインを召喚する。しかもマックス300レベルが召喚できる。でさらに言うとガチャがあって、ここでステータス、性別、そしてカラーのガチャがあります。なのでこういった面で非常にこのシャドウメインモッドっていうのは、ただシャドウメインを入れてはい好きに遊んでねじゃなくて、シャドウメインを捕まえに行くまでのギミックであったりで出す時のガチャがあるので、非常に俺は楽しいんじゃないのかなっていうふうに思う。しかもさ、わざわざボスを3回ね討伐して、まあ、3種類討伐した後にゲットするから、まあなんて言うんだろうな、外したくないというか、結構貴重だよね貴重な素材を使って貴重なシャドウメイン1体になるので、
そこら辺でいい個体が出るまで引いて出たらようやくそこでブリーディングスタートみたいな感じになるから、結構ですねそういった意味では面白いね、なんて言うんだろうな、シャドウメインモッドなのかなって思います。というところなんでね、今日はシャドウメインモッドを紹介してまいりましたので、今まで紹介したメイウィングモッドとかはちょっと違うので、メイウィングをそのモッド生物として世界にスポーンさせるっていう感じなんで、メイウィングはメイウィングモッド抜くとメイウィング消えるんだけど、シャドメはシャドメモッド抜いても消えないっていうね、めちゃくちゃ偉大なポイントがあるので、そこら辺でね結構ね俺はまあそのギミックとかね一工夫してるモッド制作者さんにもうほんとねすげえよっていう風に伝えたいなっていう、誰か知らんけど思ってます、はいっていう感じで今日はですねこのシャドメモッド紹介してみたんで、ぜひねみんなが知ってるおすすめのモッドとか、あとはですね紹介してほしいモッドとかあったらですね、なんか URL とかあるんで普通にね名前とかでもいいんで言ってもらえるともしかしたら紹介するかもしれません、はい。なのでそんな感じで今日はこんなにしておきたいと思います。 KTR ゲームではこんな感じでですね、アークの解説動画とかニュースとかいろんなね動画を ASE の頃から取り扱ってまして、動画毎日出してますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらにですね生放送もですねライフワークという企画をずっとね ASE の頃からやってて、参加勢もですねマックス30人ぐらいいるんだけど、まあ実稼働10から20人ぐらいっていう感じで、まあマルチでね結構自分で非公式サーバー立てて遊ぶっていうのをみんなでやってるんで、で撮影に関しては生放送を土曜と金曜の21時やってるんで、ぜひね皆さん見に来ていただければ嬉しいなって感じで、今日はこの辺にしていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。